こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、今回は共演 NG 第2話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。またこれもなかなかね、面白いドラマというか、なんかこう、人を引きつける、なんか面白いドラマですよね。企画自体がちょっと面白いっていうね。いや、そうだったね。はい。じゃあ行きましょうか。はい。8分ぐらいのとこなんですけど、はい、中井さんが、板挟みに会うところ。ああ、いいですね、あそこね。あれあるよね。あります、あります、あります。振ってくるんだよね、なんかね。味方をつけようとするからね。里見さんと堀部さんがね、こっちのこういう芝居ですよね、そうですよね、つって、中井貴一さんに振るところ。え、そうなのって聞かれて、どっとも言えないみたいな、うん、そうですよね。あれね、面白いですよね。まあ、そうだってんだけど、まあ、すごくね、まあ、それだからかな、すごくね、よく相手のことをね、感じて聞いてみましたね。そうですね。そうそう、あれだって、失敗すると、その現場が崩壊していきますからね。すごくセンシティブな場面ですよね。そうだよね、うん、やっぱでもああやって外から見るとさ、ああやってめっちゃウケるんだね。いや、そうですね。そうそう、近くにいたくないけど遠くから見てる面白いっていうのはやっぱコメディの基本というか、いや、そうですね、本人にとっては喜劇じゃなくて悲劇なんですよね。やっぱ地獄だよね、どっちについてもみたいな、めんどくさいこと。そうそう、何も言わないわけにはいかないし、けどどっちかにつくとやっぱ角が立つから。いや、面白いですよね。いや、でも分かる通りさ、ここ本当にいっぱい人しかいないね。うんうん、そうですね、そうですね。そう。面白いですね。結構、長いシーンが多いから、やっぱ試されるというか、やっぱ上手い人じゃないとっていうところやっぱありますよね。はい。まあ、その流れで21分くらいなんですけど、はい。里見浩太郎さんと、はい、喧嘩というか対立というかね、はいはい、そうで、現場を止めちゃうやつですね。ドライリハやってる時にこの芝居の方がいいんだ、いや、そんなのダメだろうって言って帰るって言って楽屋に帰っちゃうやつですね。里見浩太郎さん、さ、あれさ、対立さ、いいってさ、僕はさ言うけどさ、うんうん、あそこのさ現場さ、分かってても嫌だろうな。そうですね。だろうな。そうそう、あそこもう監督地獄だし、監督もぶち切れてましたからね。喋りかけるんじゃねえよっつって、その下の人ね。いや、だって切れるしかないよね、あれね。いや、ないあれどうしようもない。だってランクは監督より上だもんね。いや、そうですね、そうそうそうね、職の立場的にはね、監督の方が上になるけど、ね、そのキャリアとかいろんなね、とこを含めると、その役者さんの方がね、上になっちゃうっていうのはありえますからね。いや、難しいところですよね、あれね。いやー、嫌だろうね。俺、監督見ながら分かるわって思いながら、すげえ嫌だろうな。そう、演出家の現場をなんとかしないといけない苦労ってやつですよね。いや、そうだよね、うん、で、仲立ちしてね、なんか行くところに。そう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 。ね、どっちかについてもやっぱいけないし、ね、うまくね、両方ともね、なんとかしていかないといけないっていう。で、作品を撮んなきゃいけないしね。そう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 。素晴らしい作品を撮んなきゃ。そうなんですよね。いやいやいや、いろんなね、その、ね、画面外のこととも戦っているというね。撮るまでのことなんですけどね。本当だね。うん、いや、本当に身につまされるところですよね、あれはね。本当ですよね。いや、でも、まあ、そんな中ですよ。26分ぐらいのところ、はい、ね、中井さんと鈴木さんが、はい、よし、分かったと、はい、私たちがっていう、なんとかしようっていうところですよね。なんとかしようって、あれね、本当ね、中井さんのね、ああいうとこ本当うまいね。楽屋行って里見浩太郎と説得するところですよね。うん、あれでもね、本当にあんな感じなんだよね。いや、そうだと思います。いや、本当にそうだと思います。ちょっとね、で、僕らはね、ああいう、はい、なんだろうな、そういうのが社会的な、ああいう、なんていうのかな、そういうのが嫌で芸術家としてやってやるぞってなるけど、その先は絶対あったんだよね。いや、そうですね。
結局人間関係あるし上下関係あるし、ね、そうそうなんですよね、はい、そう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 、どうしようもない何かがあってそれを乗り越えなければならない技術みたいなのがあるいやそうですねあのうまくやるやつですね、うまくやろうっていうそうだね、そう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 、わかるわ、あもうだしあれですよね、わかるわとか面白いわって思った人は絶対ああいうのやったことあるんだな、うん、あの多分そうですよね、一般の普通の企業でも多分ありますからね、誰かがへそ曲げちゃうっていうのはねああ、そう、うん、よかったですね、そうそう、あのね、中井貴一さんがあれわざとですよねって言ってありがとうございました、自分ちょっとできなくてすいませんって言ってこう下から入ってきて、昔の現場はあそうあんな感じだったんですかねって言ってね、松慎太郎さんの話引き出して、うまいことやっていくんですよね。あのね、入り方っていうかね、あの体のね、感じ、体の。うん、振り方というか相手に合わせて体がクッてなっていく、うん、ほんとねうまい、そういいですね、そう、あのね、あの土間に一回ねこう座ってで、ね、近づき方もほんとうまいね、あのカマチにすって腰掛けるところですね、あそこうまいですね、そんなんですかって言ってちょっとこれに入っていくっていうところね、あれはほんとうまいな、うまいよ、いやうまいですね。で、まああと40分のところ、はい、あの最後のところのまあ、うん、ね急遽変わってっていう、うん、台本が変わって、そう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 、一発撮りやりますよっていう、うん、で、あそこすごくうまかったな、鈴木さんの絵みたいなのも出てたし、そうですね、鈴木さんはその変更を知らされてない状態でやってるっていうところでしたね、うん。うんうん、で、そう、体がふってなるんだけど、そのままぐーって、その後、そのままそこにの合わせていく鈴木さん、すごい、すごいうまいね、うんうんうん、やっぱね、うん。で、それが、それを演じているっていう、なんかこう、ね、劇中劇の劇中劇みたいになっちゃってるけど、そうですね、そうですね。うん、それがめちゃくちゃうまいね、やっぱね。うん、非常にそうですね、高度なところですよね、うん。そう、演じてる様を演じてるっていうのは、なかなかね、うん、普通のドラマだとないところだと思うんで、それもなかなかね、はい、面白いところ。まだこれ多分難しいところでもあると思うんですけど、そこうまくされてますよね。うん。うん。です。はい。いやー、しかし面白かった。ああ、面白いね。だからこれね、なんだろうな、この共演 NG ちょっと面白いっていうよりか、なんかちょっとなんか、ああ、怖い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 って思って。ちょっとね、ちょっと怖いもの見たさみたいなのありますよね。その現場のね、怖さみたいなのね。NG マッチアップがね、まだまだありますからね。ね、その堀部さんと里見さんがちょっとなんかね、軟化したというか、解決しましたけど、まだまだありますからね。あの、若月さんと小野さんとかね。小沢さんと細田さんとかね、まだまだね、ありますからね。もう、あるね、うん。あとなんか、スタッフルームでも喧嘩してましたからね。だね。まあまあまあ、そう、ドラマは対立だっていうけど、ここまでね、バチバチ対立するのね、なかなかね、難しいし、なんか散漫にならずにうまーくやってますよね。そう、うまくね。うん。で、誰かが必ずね、こう、仲介に入るようになって次、ね、ね、次の話に止めるように、あ、もういいです、じゃあ次に行きましょうみたいなさ、うんうんうん、劇作家がいたりさ、うん。なんかうまーく続くよね。うん。そういうところも含めてやっぱうまいですよね。うん。うん、面白い。まだまだこう楽しみですけど、はい、怖いもの見たさでもありますよね。はい、というわけで共演 NG の第2話でございました。ありがとうございました。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。